4人でいちごパフェとか食べるなんて初めてじゃない？すごい、4つ並んでる。ちょっと恥ずかしい。なんで？いや、そんなことない。やばい。どこだ？やばいです、4つ。どうこれ、なんか2人で4つ食べる大食いみたいじゃない、うん、やばやば、美味しそうだね。でもね、美味しそうだよね。何どっか行っちゃったの？あ、怒っちゃった。それは食べるのやめよう。キーちゃん写真撮れた？撮れた。オッケー。かわいい。かわいいの？どれ見て、何かわいいの見る？ラインがすいません。かわいい。じゃあ食べようか。食べていい？いいよ。いただきます。はーい。おーちゃんじゃあ。どう、りみ。おいしいですか？すごい大きいね。食べきれるかな？ていうかマカロン入ってるの可愛くない？超可愛い。マカロン入り、こんな感じ。マカロン入りとかあんまないもんね。ね、美味しそう。すごいモリモリだね。見て、え、穴が開いてる。本当だ、何この空洞。やば、え、中何もないの？え、そういうことばっか言うかな。これだから男は。え、マカロン食べるよ。マカロン食べてください。どうですか？おいしい。よかったですね。マカロンおいしい。きっとね、甘いもの食べたかったからね。昨日も食べたんだけどね。毎日食べてるよ、なんかなんだかんだ言って。兄ちゃん食べるの早くない？もうこんなだよ。すごくない？リミとかみんなが遅いだけだよ。いや、パパでさえこれだよ。パパあんま甘いもの食べないから。いやいや、しーちゃんやばい、早っ。もう半分ぐらい。うん、さすがだね。おいしいんだもん。確かにおいしい、これはめっちゃおいしいね。いろんな種類が入ってる。杏仁豆腐かな、これ。うんうんとか言ってめっちゃ食べてんだけど。すごい食べっぷりだね。杏仁豆腐だ、美味しい。クリームも入ってたよね。うん、クリームも入って、杏仁豆腐も入ってる。うん、ここ杏仁豆腐。あ、一番下のこの層ね。これがプリンで、ここがチョコのクッキー的な感じで杏仁豆腐。もうそこまで行ったの？うん、やばい、もうないじゃん。じゃあラストスパート、ラストスパート。あーやー、ブクブクが入ってる、うん、なんだろう、ね、いいの？いいよ、一回やります。のばらちゃん来い、のばらちゃん来い。もう落ち着いたのかね、ガチャガチャ。昔全くなかったもん ね、売り切れじゃなかったね、うん、行きます。いや、お、え、でもちょっと薄い。せーの、ちゃんじゃない。リミの、リミの推しだよ。でもよかったね、リミ。犬巻くんが出ました。これインセルの色関係ないのかな。犬巻くんが出ました。え、かわいい。キーちゃんは財布にお金入ってるでしょ。入ってる入ってる。できればユージがのばらちゃんが、いや、のばらちゃんがいる。リミ、私さ、犬巻くん出したから、リミのばらちゃん出すね。のばらちゃんが出ればいいけど。早っ、パンダか、パンダ出ました。かわいいね。はい、ラスト1回やります。この人っぽい。2年でも、まあ、わかんないからね、これはね、どういう感じで出るか。いきます。いくよ、いくよ、うん、どれ？シークレット、シークレット。え、さあ、誰なの、シークレットって。やばい、やば、シークレットだ。出てたの、シークレットって。そんな感じ、不動先生と。おー、すごいじゃん。よかったね、シークレットなんてめったに出ないよね。うん、やば、めったに出ない。よかったじゃん。え、かわいい、のばやちゃんいない。
野原ちゃんは出なかったけどね。でもこの前さ、あのなんだっけミニストップでさ、野原ちゃん2つあったからね。2つあったの。よかったね。よかった。でシークレット嬉しいね。すごいねシークレットね。よかったよかった。よかったです。はい。大丈夫。またここに来ました。ここも6、7。やっと買えますね、先が、続きが。やっとが、こっちがなくて。うん、あれ、ここ100、9、10。何冊買うの？え、全巻。全巻買うの？うん。10に。これはね、お小遣いでね、買うんですよ、翔ちゃん。すごく動きが早いんだけど、漫画買うときだけ動きが早い。あれ16までなかったっけ？なんか8、14までか。ありましたか全部？あれも多分これは最。それで1500円で売っちゃって、1600円ぐらいでしょ。いっぱい買いますね。うん。ほら3000円あるから、ね。半分買えるわ。リミの好きな人推し来ました。これだってママもしーちゃんもリミもこの人推しでしょ。この人が推しです。女の子もこの子推しか。好きなの。この子すごい推しちゃうから。え、二人とも主役？主人公？待って。ね、主人公？この人たち。この人たち、うん、これが主人公。あ、こっちは女の子？こっちもヒロイン。あだよね、主人公とヒロイン。なるほど。面白いの？リミも読んでみたら恋愛。やだよ。表紙でネタバレ食らった。マジ表紙でネタバレ食らうの？まさかそんなことないでしょ、さすがに。ガチで表紙でネタバレ食らった。嘘だ、どの表紙で？この表紙。この表紙で髪切ってるんだけど、この子。あ、そういうこと？あ、そういうことってあるの？表紙でネタバレとかあるの？髪切ってるんだけど。マジで可愛い。あとアニメ見ました、これの。マジ？だから漫画の先までちょっと知ってるんだけど内容。もうごっちゃだね、いつも漫画とアニメがね。え？漫画とアニメごっちゃじゃない、いつも。ちっちゃ、だって黒子のバスケも全部あのアニメやって。そっか。楽しみだね、家に帰るのが。家に帰るの？楽しみなの？楽しみ。じゃあ帰ろう。帰って、ヒロアカの一番くじを紹介する動画を撮って、で漫画を読んで、じゃあ帰ろう。帰りましょう。